今日の御言葉、マタイの福音書10章19節から23節。人々があなた方を引き渡した時、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います、人の子が来る時までにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。私たちがイエス様の福音を大胆にこの世界で述べ伝えるなら、必ず迫害はあります。しかしその迫害に負けてはいけません。迫害を恐れてはいけません。私たちはより一層大胆に福音を述べ伝えていきましょう。どこでどのように福音を語ろうか、私たちは悩む必要がありません。それはすべて聖霊様が教えてくださいます。ですから聖霊様の声をしっかりと聞いて、どこで何を話すべきか、どのように福音を伝えるべきか、しっかりと教えてもらって、大胆に恐れずに福音を使わされた場所で述べ伝えていきましょう。福音がこの世界中の人々に述べ伝えられますように。 All for Jesus!